今日はね、弟夫妻のね、甥が生まれてね、子供が生まれてね、1周年か、だから誕生日ね、やるっていうことなんで、お寿司を買いに来ました。以前ね、お話ししたあの、堺寿司のところだね。あのね、お寿司はね、カリフォルニアロールってあの、アボカドの巻いたやつだよね。あと、いろんなお寿司が入ったやつ、合計60個かな。60個合わせて、60何ドルかな、60何ドル。だから、7000円近くかな、日本に直すとね。まあ、それでもね、誕生日なんでね。あとはまた他にもちょっと買おうかなと思ってました。で、ここはね、以前もあの動画で撮ってあるガーデナーってところなんだけども、その30分間で、ブックオフがね、こっち側にあるんでね、ゲーム見に行かなきゃ。やっぱりね、家からここまで来るのはね、それなりにやっぱり時間かかんだな。結構さらに車もね、あのコロナ禍落ち着いてみたいな感じで、ね、車もすごい増えてね、日中だしね。結構前に動画に撮ったさ、潰れた手もみんね、日本のどうなってるかって言うと、やっぱ空室だよね。今やっぱりこういう風なの、中テナント入っても人入らないっていうのが分かってるからな、みんな。あとね、昔私がそのアメリカにで暮らして3回あのチップ1回も払わなかったっていうあのラーメン屋さん、次にできたここあのメキシコタコス屋さんなんだけども、ここもやっぱりね、いないね、ないね、何も。さっきのラーメン屋さんさ、存在してる時はもうひどかったからね、全然オーダーにも来ないしさ、オーダー取ってもさ、全然あの何もしないしさ。これ前もお話ししたけどもね、日本人だからって言って、その日本でね、オーナーになってる人がね、まあ、日本人だからね、きっと働いてくれるだろうと思っても、それ大間違いだからね。結構不真面目な日本人ってかなりいるので、うん、まあ何もしなくてもね、その日の売り上げが例えば60万だろうが100円だろうが入る給料同じだから、もう何もしないっていう日本人多いからさ。はい、そしてブックオフだね。まあ、なのでね、以前もお話したけども、アメリカでね、お店っていうかね、作ろうって思う人はね、そこら辺あの気をつけた方がいい。日本人だからちゃんと働くって思わない方がいいからね。なんかさ、すっげー昔のファミコンとかスーパーファミコンのソフトがさ、突然増えてるような、こんな感じで。駐在とかの人が売ったのかな、留学生とかにしても古いゲームだからね、かなり。これスパルタン X、 これ30ドルだって、すげえよね。お隣が高田信玄。ね、アメリカなのに日本語が流れてるんだよ、ブックオフは。すげえ、ヴィーナス戦記だって。これどっから日本から持ってきたのかな。なんか急に増えたね。サンマの名探偵とか私買ったけどね、日本にいた時ブームとかね。今ね、道の譲り合いでね、ブックオフのお店の中でね、でスキューズミーって言ったら、あの白人の人もね、同時にね、すいませんとかっつって、だから昨日アップロードしたようにね、日本語話せる人多いのよ。なおさらさ、日本のコンテンツ扱ってるでしょ、ブックオフって。それだけその可能性は高くなってくるよね。そうそう、買ったのはね、このスターウォーズのね、ファントムメナスとね、スターウォーズ3だね、プレイステーション3。そして積みゲーやらないでどんどん溜まってくゲームでありましたみたいな感じ。そしてゲームとかうろうろしてたら、あっという間に30分が経ったのでしたっていうことでね、あのお寿司取りに行こうね。カリフォルニアに住んでる方ね、あのロサンゼルス近辺あのに住んでる方、ここもね、堺寿司おすすめでございます。で、今はね、こういう風な感じで取りに行く。あ、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さすがにね、60個だから重いね、お米だからね。あとね、ここがね、日本のスパゲッティが食べられるあのスプーンハウス。
堺寿司の隣ね。大学がね、あった時はね、あの授業終わった後友達と食べに行ったりね、それとかのね、その中国語終わった時に日本人の、 あの留学生の人いたから、あの私もね、あのセロリーマンでほんのちょっとだけお金あるんで、ご飯ね一緒に食べに行ってね、もちろんあのなんでね、あのご飯をご馳走するってこともあったんだけども、あそこもすごいおすすめです、スパゲッティ屋さんね。あとはね、日系のスーパーのね、ドン・キホーテで唐揚げをね、ちょっと買ってこようかなと思います。添加取りでね。で寿司はね、あの悪くならない、持ち歩かないといけないからね、車の中へ置いたら悪くなるからね。唐揚げはね、10分くらいでできるって。なのでちょっと歩きましょうか。でここのね、東京セントラルっていうかね、あのドン・キホーテ抜けるとすぐ目の前にね、でここは東京セントラル、あのドン・キホーテでしょ。で目の前にあのイン&アウトバーガーがね、発音的にはインネラウトとかってあの言うんだろうけども、と買った唐揚げはね、唐揚げが20個に手羽が、12個かな。もうめんどくさかったんでね、お寿司もそうなんだけど、私基本的にね、あの大人買いしちゃうんで、考えないでバーッともう買うんでね、もうこれだけあれば十分でしょ。でさっきのさ、イン&アウトバーガーでしょ。でここにもね、スターバックスコーヒーがあるんだね。でちょっとこっち行こうか。でここにね、モーテルがあって、あそうそう、で私ね、さらにね餃子買おうかなと思ったんだけども、あのデラモファッションセンターの方に戻ってね、ちょっと距離ね、やっぱりね、距離ありすぎるわ、いくら車っつっても。なのでちょっと餃子はいいかな、餃子40個くらい買おうかなと思ったんだけど。でここにウェンディーズがあって、ウェンディーズって今日本にあんのかな、なんか一回ほらなくなったじゃん、最後のあのウェンディーズあったのって池袋で、その後復活をしたのかな。まああれだよね、ウェンディーズでございます。でさっきの東京セントラルっていうドン・キホーテが力でも入れるよっていう話 でここウェスタンね、ウェスタンっていう以前も話したあのお店じゃなくて道路なんだけども、このまままっすぐ、こっち南ね、南に行くとあのトヨタがあるんだね。トヨタのねディーラーがね南にあるんだね。でこっち行くとあのレドンドビーチだね。ウェンディーズもね、私好きだから結構動画撮ってるでしょ、ウェンディーズの動画とか、あとマクドナルドとか。でもコロナ禍だからね、これくらいやっぱり駐車場があってもさ、もう今ね、まあ今もう中で食べられるようにはなったけども、やっぱりちょっと生活様式変わってんのかなって感じだよね。あ、はいはい。この唐揚げとお寿司合わせて何キロくらいあるんだろう、重いな。あと唐揚げの匂いがすごいからね、車の中には漏れないように口閉じないとね。すごい豪華な食事でございます。すげえ分厚い。これね、一緒に日本酒飲もうね。高太郎は食えないのに。何パウンドかな、3、いくつだっけ、4分の3パウンドかパウンドかですね、これ。あ、パウンドかな、パウンド。うわあ。いい口。すごいすごい。めっちゃ豪勢ですね。じゃあ小太郎くん主人公ですか、あなた。あ、マスタード、うん、これがマスタード、なんかいい匂いする、わさびね、なんだろう。ホースラディッシュと、あ、こっちホースラディッシュと、ね、うん、おこれね、ディジョンマスタードだから、まあ、それはマスタードですよね、うんうん、そうですね。そうだそうだ、ガーデナー市、レドンドビーチ町っていうのもおかしい、ね、全然大丈夫です。でも堺寿司なんてもともと持ち帰り専門だから、あんま影響なかったのかな。まあかなり繁盛してますよね。もうお腹いっぱいなんで、私ができることはもうこうやって写真とか撮ることしかもうできない。